人口の4分の1が高齢者という超高齢化社会の日本。要支援や要介護の原因となる第1位は骨や関節、筋肉などの障害によるものだと言われています。今回はその予防と対策に食事面からサポートする病院の厨房スタッフの物語です。北海道札幌市にある山手通り八木病院は整形外科を中心に診療を行う病院です。ここで80名の入院患者さんのため日々の食事を作っているのは、病院や高齢者施設、社員食堂などで給食を提供する企業レオックのスタッフたち。一つ一つに手間をかけ手作りにこだわるだけでなく、通常メニューの他に患者さんの症状や年齢、体重に合わせて毎回数種類のアレンジを加えます。軟菜食は咀嚼力が弱い患者さんのためのメニュー。この日の炒め物は歯ごたえのあるレンコンをほうれん草とエビに変更しました。ダイエット食では竜田揚げを焼き物に変えて油をカット。体重コントロールは膝への負担を減らすためであり、整形外科では特に重要、患者さんにも好評です。これだけが楽しみなんですよね。もう出てくるもん出てくるもの、わあ美味しいと思って食べて、今までのメニュー表捨てないで取ってあるんですよ。作ってみようかなと思います。入院中に出会った食の喜びと感動、山本さんはその感謝の気持ちを厨房スタッフに手紙で伝えました。嬉しいんですよね、みんな見てまた頑張ろうとかっていう励みになりますね。スタッフたちは頻繁に病院側との打ち合わせを行い、より患者さんたちのためになるメニューの改善に努めています。今注目しているのがロコモティブシンドローム、運動器症候群と呼ばれる症状です。これは骨や関節、筋肉などの障害によって、歩行や日常生活に障害をきたしてしまう状態を指します。通称ロコモと呼ばれ、日本では支援や介護が必要になった人の4人に1人がこの運動器の障害が原因とされています。食事の面からロコモ対策の手助けをしたい、そんな思いが詰まった心のレシピ。タンパク質とカルシウムに注目した骨と筋肉強化メニューです。主菜は地元の名産であるホッケの西京焼き。味噌をつけて焼くと旨味成分がアップ。しかもホッケは筋肉量を増やすのに重要なタンパク質を構成する必須アミノ酸の一つロイシンが豊富です。かぼちゃやじゃがいもなど秋野菜を使った副菜は鶏ひき肉のあんかけに。鶏ひき肉にはタンパク質の合成を促すビタミン B6 が多く含まれています。ビタミン B6 は水分に溶けやすい性質なので、あんかけにして栄養分を閉じ込めています。小鉢はしめじと小松菜の和え物です。小松菜は骨を強化するカルシウムと骨の形成などに働きかけるビタミン K が豊富な食材。しめじに含まれるビタミン D はカルシウムの吸収を高めてくれます。一食でロコモ対策に必要な栄養素をバランスよく摂ることができます。今後も喜んでいただけるように厨房スタッフと協力して頑張ってまいりたいと思います。一人一人の思いが詰まった心のレシピは喜びと感動をもたらします。